皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日はなんと錬磨からまた新作のお財布が出ました。おー、はい。マリスコに引き続き3つ目になるんですけれども、はい、早速お見せしたいと思います。はい。あら。こちらのあ、ごめんなさい。こちらの三つ折り財布になります。わー、上品ですね、はい、そうなんです。で、うん、以前のマリスコはすごい大人気の二つ折り財布だったんですけれども、はい、今回登場したのはこの三つ折りのサイズで、うんうん、また一回り小さくなりました。こちらの、右側がマリスコの二つ折りで、はい、今回の新作が、三つ折りのサイズ感なんですけれどもこんな感じですね。あ、縦も横もちょっとずつちっちゃくなってますね。そうですそうです。で、このマリスコ自体2つ折りのサイズとしてはかなりコンパクトだったんですが、はい、それよりもさらに3つ折りということで小さい、うんうん、あの手のひらサイズのお財布になりました。なるほど。です。あ、はい、厚みがちょっとこうコロンとした可愛らしい感じになりましたね。はい、そうです、うんうん、で、マリスコの方は、こんな感じで表裏どちらともシンプルなデザイン性だったんですけれども、はい、今回の三つ折り財布はまずこのここのここはコインポケットになるんですけれども、はい、このボタンのインパクトもありますし、こっち側もすごいシンプルな見た目になってまして、そうですね、本当に革を存分に楽しむっていう感じですね、うん、そうなんです、うん、で、今回の動画はこちらの、新作のお財布の機能面をまずご紹介させていただきます、はい、で、次の動画では、お会計動画実践してみたシリーズですね、はい、大人気のお会計動画をさせていただいて、はい、で、あのカラー展開をご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、なので3本立てで皆さんぜひ見ていってください。はい、はい、ということで機能面ご説明をさせていただきます。はい、でですね、ここにボタンがありまして、これを開くとあ、なるほど、この三つ折りの形状ですね、はい、そうです、こんな感じで、ポケットがまずこことこことございまして、はい、これがカードポケット縦型になります。はい、で、こっちがお札ポケットなんですけれども、あれ、カードがここにもありますね。そうなんです、こちらが隠しポケットですね、うん、なるほど、はい、これをくるっと反転させますと、はい、こんな感じで、あ、なるほど、ここって全部1枚の革というか、そうなんですよ、入れ込み入れる形なんですね。そうなんです、これがそのこだわりポイントの一つでして、はい、コインポケットのパーツをここで区切らずに、うんうん、こっからつなぎ合わせるっていうことで革の存在感を存分に感じていただけるのと、はい、あとはやっぱりエイジングした時も境目がないのでムラなく染まっていくっていう感じの楽しさがあります。このマリスコの時も、はい、あのお伝えさせていただいたんですけれども、見えない芯材っていうのが入っておりまして、はい、こことこっち側、うんうん、それぞれに芯材が入っているので、この革に負担をかけずに使い込んでも美しいフォルムをキープするように、で、小銭のこの当たりとかが出ないように芯材が入っているんですね。なるほど、なのでこう強度もバッチリっていう感じですね。そうです、街もそうですし中も全部革なんですね、うん、そうなんですよ。ここもいいですよね。そうですねこのボタンがちょっと変わってるんですけれども、はい、ボタンのパーツを逆向きにしてまして、はい、本来だとこうぷっくりとした蓋のようなものがここに来るんですけど、うんうんうん、これはもうフラットな状態になってます。なるほど。はい、デザイン性ももちろんあのすっきりとした見た目になるんですけれども、はい、カバンの中に入れていただいた時に他のアイテムを傷つけてしまうっていうこととかもないように、あのこちらのパーツを使われております。あ、今ちょうど私デニム履いてるので、後ろポケットにどういう感じで入るかっていうのも気になると思うんですけど、はい、こんな感じですね。いい感じですね、ちゃんと隠れるんですね、はい、お財布ちゃんと隠れます。前ポケットも入れてみます。ぜひぜひ。三つ折りなんで前ポケットでも全然、うんうん、確かにあんまり出っ張りも気にならないですね。うん、ここに服の色がデニムと相性良かったですね。そうですね、そうなんですよ、よいしょ、うん、やっぱりこのプエブロレザーと真鍮の組み合わせっていうのがすごいマッチしてますよね。うんですね、はい、
使っていくとね、その真鍮も変化していくっていうところが面白かったりしますね、うん、そうなんです、うんうん、でマリスコの場合は、はい、あのへり返しという技を使ってまして、うんうん、こういう感じで表の革をぐるっと内側に、入れ込んでステッチをするっていう技法なんですけれども、はい、今回の三つ折りのお財布に関しては切り目という小刃の磨きで仕立てていまして、はい、ここがねちょっと雰囲気がまたガラッと変わっていくのかなと思います。マリスコの時も思ったんですけど、うんうん、このレンマの職人さんって結構物を上品に作ることに長けてるなっていう感じがしてて、うん、今回もねちょっと横見た時の革の薄さってすごいちゃんとあるんですよね、うんうんうん、ごつっとしすぎないっていうところもすごい個人的には魅力かなと思ってます、うん、そうですね、うんうん、あのパーツごとに革すきっていう薄くスライスするっていう技法とか、うんうん、あとは先ほどお話しした芯材自体もそういう革すきを一工程あの入れてるので全体の厚みがこう膨れすぎない形状になってますね。このステッチ自体もすごい綺麗に入ってるんですけれども、はい、やっぱりこんだけステッチが多いと、うん、あのちょっと失敗しただけでもあの目立つようなあの工程ではあるんですけれども、うん、まあ、あの技術に自信があるからこそできるデザイン性なのかなと思います、うん、はい、ということで今回はこちらのレンマの新しいお財布の機能面をご紹介させていただきました。ありがとうございます。実はちょっとまだ言えてないポイントがたくさんありまして、この後のカラー紹介とあとお会計動画でそのポイントをちらっとご紹介できたらなと思いますので、はい、よければそちらも合わせて見てみてください、はい、お値段いくらになりますか？こちらがですね、はい、税込み 16,500円です。あ、なるほど、はい、マリスコと同じお値段ですね。でそうなんです、うんうん、で、こちらの発売日が、はい、じゃんじゃん、はい、ということで、もうしばらくお待ちください。ちょっとワクワクですね。そうですね、はい、はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました、商品ページの URL は概要欄に貼っております。はい、チェックしてください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。